西村雅彦です。鈴木杏樹です。皆さんこんにちは。舞台ウォークオンの稽古場から石井智也がお届けします。いよいよ稽古が始まりました。西村雅彦さん、鈴木杏樹さんとともにウォークオンの魅力をお伝えしたいと思います。石井君はどんな役なの？あ、僕ですか？想定内の人生を送り、30にして夢を叶えてしまったと達観している青年なんですよ。なるほど。それでは鈴木さんはどんな役なの？石井さん。あ、それ僕らに聞く感じですか？はい。鈴木さんは西村さん演じる夢ばかり追いつけてる家庭を顧みないサラリーマンの奥さんですよね。はい。で、その旦那さん大好きなんですけど、なんか違うなと日々感じているのですが、なかなか言い出せずにいる。でも素敵な人。そうですね。はい。してくださってどうもありがとうございます。いいです。じゃあ舞台自体どんな内容なんですか？全部聞いてくるパターンなんですね。わかりました。いくつになっても選択次第で人生は変えられる。新しい一歩、勇気を振り絞って生み出してみよう。そんな前向きなお芝居になっております。はい。端的にまとめてくれてありがとうございます。とんでもないです。でもなかなか新しい一歩って踏み出せないよね。はい。石井さんは最近新しい一歩なんか踏み出したってことありましたか？そうですね。こんだけの大御所2人の前で司会をやるっていうのが新しい一歩じゃないかなっていうね。それが一歩ですけど、いろいろチャレンジしていきたいなとは思ってますけど。はい。ちなみになんか鈴木さんは新しい一歩は？私は今年、はい、もう初めての一歩だらけの1年なんです。はい。で、もちろんこの舞台も初舞台、初めての舞台で初体験ですし、あと映画もこの間初主演も初めてなんですね。それもそれで、あとドラマとか映画なんですけど、21歳の子供のお母さん役っていうのに挑戦したんです。だからすごい、もうね、兄弟かと思っちゃった。言ったらこんな感じですよ、ママみたいな。そう言われるような感じで、はい、なかなかどうやってママになっているのか、今回もママなんですけどね。そうですね。ね、娘さんも結構大きい、ね。大きそうですよね。結構、私何歳なんだろう。さんね、さんね、そう。結構立派なね、娘さん、ね。立派ですね。私たちって夫婦ですけど、大体何歳ぐらいの差なんですか？何歳で大きい子がいるのかなって。本当ですよね。結構早くに結婚してたんです。そうですね。そうでありたい。その辺も追いつけていきましょう。あと西村さんは、その最近新しく一歩を始めたことってありますか？一歩を踏み出したかどうか分かりませんけど、今年初めて、福岡の博多、はい、博多座、はい、で舞台やらせてもらいました。はい、それは場所的に、ね、あそこで舞台を初めてやらせてもらいました。なんかすごいレジェンドの特別な声なんですか？九州一番の人、日本で一番こうなんか設備が整っていて、やれやすいとさ言われている曲があります。これを他の劇場の方が聞いたらふざけんなということがありますから、はい、ちょっとキバキバなことを言ってますけれども、はい、本当に言えばいい経験ですね。みんなが憧れるようなこう、そうらしいです。なんかこうロンドンでいうところのロイヤルアルバートホールみたいな。わかりますか？素敵な劇場でっていうことですよね。カーニーホールなんです。カーニーホールみたいな。カーニーホールしか知りません。いや、それも名前しか知りません。アポロシアターはちょっと知ってます。アポロシアターみたいな。アポロシアターちょっとちっちゃいですよね。うん、あ、大きいですね。アポロシアターちっちゃいですよ。2000人ぐらいありますね。あ、これちょっと結構細かい劇場機構の話になってそこの舞台に立てたというところが、はい、新しいこと、はい、そうですね、けどそうですね、けど西村さん、今回は演出も演出、そうですね、はい、これまで初めてではないです。初めてじゃないです。違うんです、はい、だけど、今回ね、一、はい、人じゃない、今回もですけど、はい、もし相棒で、相棒がいて、そこ舞台っていうのはね、はい、みんなで作るんです。そうですね。みんなでちょっと本当によりよいものを作っていくのを、はい、こういろいろと、はい、話をしながらですね、うん、作っていけたらと思います。ですね、そうですね、自分のそうか、しかさなんだ言えないんだよね、でもね、だから新しいことって一歩踏み出したってことはね、悔しいけどね。年を感じてるんだね。いやいやいや、そうですね。
です非常に困りますで30なんですか。30です。ですね、見えないですね。ありがとうございます。やりにくいですね、まあ、ただですね、この司会という場所がすごくやりにくいなと思ってたんですけど。すごいお上手ですね。ありがとうございます。怖いです、なんかこの後の演出がどんどん怖くなってそうですけど、今回あの鈴木亜美さんが初めて舞台に、出てくださった時に本当に感謝してました。いやいや、もう本当にあのみんなで盛り上げていって、なんかお客様に元気を持ち帰ってもらいたいと思うんですね。ですね。だから力を合わせて、よりよいものを付き合いでいけたらなと思っています。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、最後に締め、あの石井さんですね。はい、あ、締めますか。はい。はい、おーっと、この辺で時間が来てしまいました。分かりやすくて時間が来てしまいました。ウォークオン全国回りますので、私たちにぜひぜひ会いに来てください。待ってます。はい、せーの、待ってまーす。ウォークオン、さあ新しい君に会いに行こう。劇場でお待ちしています。自己報告なんだから。
周りのことを教えてねって何度言っても全部自分で決めちゃって、パパがね、時間がなくて話す余裕がないのは分かるけど、まあ聞かない私も悪いと思うけど、でもこれでいいとは思わないで、私も反省するからパパも反省して、やっぱりおかしいと思うの、夫が会社を辞めたことを知らない奥さんなんて、私そんなにできた奥さんじゃないからね。信頼してんの。だけど旦那が食べるのか食べないのか分かんないのにいつも作って、もう結局ダメにしちゃって、お風呂だって続けて入った方が絶対経済的なのに、経済の話だったらパパにも分かるからね。ちょっとパパ聞いてんの、眠くなってきちゃった。もうちょっと聞いて。ちょっとねえ、そうなんだ、そうなんだ、え、今言ってみるよ、待ってる、向こうが踏んでもらう。